ざけないで。人が人を見くびってどうします。避けることも防ぐことも人の力でなせないのならば、人はそこで結果としての滅びを感受するだけだと、そう言っているのです。かつてこの町から飛び出した一人の男と一人の女、一組のつがい。彼女ケツが辰巳と呼んだから、それは辰巳となった。乾のもとに集いしは、羊と虎、猿とネズミ、馬とウサギ、鶏と牛。だからそれは本来ならば辰巳と呼ぶべきものだったのだろうけれど、けれどそれでは何のためにこの町から出て行ったのかわからない。しかし彼女にそう呼ばれた以上は逃れられない。だからそれは辰巳となった。避ける言葉を探した末にたどり着いた逃げ道、言霊の効力を薄めるために、あの日、このお家の旗が天空を埋め尽くした日、私どもは雨漁を狩りに馳せ参じました。旗を折るつもりはなかった。それがただ王者の威勢のために用意されたものだったのなら。けれどその旗はいずれ訪れる災厄のために用意されたものだったから、これ幸いと大月が便乗したのも、私どもにとっては一つの流れでしかなかった。私どもの目的はあくまで雨漁。便乗した大月とこのお家との戦いはあくまで双方の問題。もしも辰巳の介入がなければ、新たに生まれ来る雨漁は幼少時を乗り切れないほどに衰弱しているという不分率。けれど初代の雨漁はもちろんそうではなかった。一族の者として健やかに成長を遂げた者が被験者となったのだから当然ですが、引き換えとして江戸が必要であったことは変わらない。だから辰巳には選ぶ権利があった。選ぶだけの権利があった。彼らの始祖は
この町との関係を断ち、自分たちの幸せを得るために飛び出した。けれど、その子孫が呼び戻された。当時の辰巳の当主。彼にとっては、両手で抱えきれないほどの黄金だっただろう。けれど、一握りの小銭のためにお家を売った。自分の子供を、子子孫孫に至るまで売った。連れてこられた子供は何も知らなかった。自分の意志ではなかった。何も知らないまま江戸とされ、アマリオを飛び立たせるために生きる権利を食われた。その亡骸を抱きしめて、他の女傑が早急にこだまするおえつをあげる姿を見たとき、アスクは、当時のアスク当主は矛を収めた。志を受け取ったから。そしてアスクは決断した。辰巳に選ばせようと。その権利を唯一有するのは辰巳。最後の浜漁がかけるとき、もしもこの町へと連れてこられた辰巳が、このお家を選ぶのなら、それは辰巳の意志と受け取り、私どもは、矛を収めたままでいよう。けれど、もしも選ばなかったのなら、それを否定の意志と受け取り、私どもは本来あるべき姿として、辞める下の願いを勧告すると。ねえ、さっくんは、ふたちゃんのこと好き？もしも、その大切な人たちの中から、たった一人しか選べないとしたら、さっくんはどうするかな？うん。常識とかどうしようもないこととか、さまざまなことにとらわれて、何がさっくんにとって一番大切なのか見失ってしまう。大切なことは胸の中にたくさんあるけれど、これだけはどうしても譲れないというたった一つは、やっぱり、たった一つなんだよ。なかなか見つからないし、選べないけどね。もしそんなことが起こったとき、さっくんがふたちゃんを選んでくれたら、そしたら、私は、神に叫んだ者の思いをアスクは知っている。だから人に叫んだこのお家の思いを私どもは受け入れた。しかし決断は下された。あの誰よりも偉大で、誰よりも不尊な神が、かつて取った行為と全く同じなのだと。
その正義、その心意気、それには座して敬服します。しかしことここに至っては、王族たるあなた方があくまで人の可能性を信じることができないと断ずる。あくまで雨量の計画を推し進めるために立ちふさがると断ずる。ならばアスクは全力を持ってあなた方から人の尊厳を死守する。我が従属たち、共に子孫の願いを背負い分け合うパラカラたち、今この時この世にただ一人の不産の名において命じる。皆殺せ。
随分と人気者じゃねえの、俺ってば。遅れちゃった。ごめんごめん。な、何やってんだよお前。お嬢についてるって。ごめんね、菊の丸。最後だからね。もう一度一緒に必死でご当主様を説得してくれたのに。やっぱり放っておけない。今回のやり方とか、いろいろ。やっぱりまだ納得してないみたい。けど、あなたたちが遊んで最後の炎に焼かれるのならともかく、こんな風にして殺されていくのなら黙って見ているのはできない。愛のイトラだも、今代の雄だも。バカ言ってんじゃねえ。メイがお嬢のそばにいなかったら誰がお嬢を守るんだよ。大丈夫だよ。こいつら全員倒せばいいんでしょ。誰も二見お嬢様のもとへはいけないんだから。それでお話し合わせ。ちげえねえ、まったくちげえねえぜ。じゃあサクッと潰しちゃおうか。おうよ。ったく、おめえだけは敵に回したくないぜ。さすが、愛にボコボコにされたことがあるからよくわかってるね。教えてもらったよ。これまで助けは同胞みたいなものだと思ってた。でも違ったんだね。それでこうなっちゃったんだね。
なってしまったのではなく、必然の結果です。塞がるものはすべて排除します。よろしいですね、ミトラの家。よろしいですね。誰に聞いてるの？アスクの当主さん、ミトラのめめめがあなたを潰すよ。